本機会に恵まれませんでね、どうなるかと思いましたが、まあ、チームなかなか勝てませんでしたからね。ここに来てどん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 西武が積み重なってきています。はい、3点差が今日はあります。そういう意味ではきっちりと2桁セーブに乗っけておきたいという岩瀬です。さてその中今日ちょっとこう試合の流れ少し変えつつあったボーカー、バッターボックスに入ります。左対左ですがボーカーそのままです。初球の高めは空振りです。もう3点差っていうのはまあねちょっと微妙な点ですけども、まあないっすね、その、うん、若いアウトカウントできればノーアウトで塁を賑わせないとというような条件になってきますね。先頭打者ですよね、はい、そのボーカーショートライナー掴んだ、スクッタエルなんです。いい当たりをされましたが、しかしエルナンデス方向は正面、ジャンプして掴みました。ジャストタイミングです。結構強い当たりでしたけどね。いや、いい当たりしましたね。はい、まあ、だからこれでボーカーはずっとこう使えるなっていう目処は立ちましたよね。はいはい、ね、この網の先からちょっとボールが向こう持っていかれそうなぐらいの打球でした。今度は迎えた西田、このまま行きますと今日の最終打席になりますが、ヒットを放ちました。立ち上がりから少しこう元気のない弱い当たりが続いてましたが、前の打席はなかなかいい内容で、そうでしたね。はい、まあ、今のもややインサイドよりちょっとおつけに入ってますけどね。押し込んでいきました。そして聖澤に代わってここで動いてきます。ここで牧田、得点差3点、ここでもし一発が出ましてもまだ1点余裕があります。この牧田はあの楽天の1年目からいる、はい、選手でね、はい、まあ、本当ここまでよく頑張ってるなっていう選手なんですけどね。まあ、それこそ田尾監督の時代にも、まあ、この前本当若くてね、はい、この前サヨナラ三塁打打ちましたよね。はい、そうですね、自分の誕生日だったみたいでね。あ、そうですね、はい、32歳ですかね。はい、お子さんに自慢できるって言ってね、でなんか手紙ももらったそうですけれど、はい、2人のお嬢ちゃんのパパです。しかもおそばの150キロを打ったんですよね。あ、そうですよ、ナップも務めることも結構あります牧田。岩瀬対牧田、ワンボールワンストライク、ファウル。岩瀬この牧田につながれるとかなり嫌な感じにはなります。そうですね、はい、この今投げたあのインサイドのスライダー系、カットボール系ね、はい、これがきっちりとああやってファウル打たせられるときはいいですよね。はいはい、しばらく負けもしませんでしたが、勝ちもなかなかつかなかったという山井、ベンチで見守ります。ファウル、なんとか食らいつきます。この後がまあ、今日は右の山井ということで、左左左というところを揃えている岡島、藤田、後藤。ただしかしそのいずれもがこうなかなかいいバッティングを見せています。そうですね、はい、左左ですけどもそんなに苦にしませんからね。はい、そうですね。叩きつけた、ダブルプレーまでいけるか、セカンドフォースアウト、一塁転送、一塁もアウト、ダブルプレー、
岩瀬、これで11年連続2桁セーブです。392セーブとしました。山井久々の5勝目、負けなしで5勝目をマークしました。6対3、序盤の流れ少し追い上げられましたが、そこを守りでしのぐ、いわゆるドラゴンズらしい勝ちっぷりになりまして、これで勝率を5割に戻しています。いやー、5割への足取りがなかなか大変でしたけれど、やっと戻しました。